ドーハ、カタール、2日イコールペン星野浩二、カメラ今成亮介、3大会ぶり5度目の優勝を目指す日本、FIFA ランク17位は3日の準々決勝、イラン、同21位、戦に向けて練習を行った。GK 鈴木菜園、21、イコール新とトロイデンイコールは、もちろん完封したいけど、一番は勝利できればいいと思う、と意気込みを語った。 初戦から4戦連続で先発出場、セットプレーから4失点など、計6失点を喫した。負ければ終わりの決勝 T、5戦連続先発が有力なイラン戦へ、仮に1失点したとしても得点力がある選手がたくさんいるし、ゲームの流れを変えてくれると分かってる。失点に惑わされず、最後までプレーし続けることが大事、と病状心を強調した。 イランは FW ・タレミが全試合で退場したため出場停止。鈴木はダブルエースの一人、187センチ FW ・アズムを警戒した。パワフルな選手で、そこまで大きいわけではないけど、キープ力があって、そこからのセカンドボールの展開がある力強いシュートも持ってるし、不意にシュートを打ってくるイメージがある。後ろ向きでありながらも常にシュートの準備をしておくことは大事。 時を引き締めた。